修復的対話。この言葉に馴染みがある人はまだ多くはないかもしれません。日常生活の中で起こる人と人との対立、修復的対話とは、そんな人間関係のトラブルを対話によって解決をしようという従来とは違った問題解決方法なのです。今世界で注目を集めている修復的対話、そのアプローチ方法に迫ります。南アフリカでのアパルトヘイト、その他シエラレオネでの内紛や東チモールの内戦など、数々の問題解決に役立ってきた修復的対話というアプローチ。このアプローチは昔から存在していたことが分かっており、ハワイのオポノポノなど世界中の民族で対話による問題解決が試みられてきました。今や学校、職場などでも応用されている修復的対話、その定義とは。人間関係の中で、そのいろんな、いじめだとか、いろんな傷を受けることがあるんですけど、その傷を癒して、でそれをその元の状態というか望ましい状態までにこう回復するために、どういうふうにすればいいかというその道を探る方法なんですね。でそのためには、その問題にこう関係のある人たちが参加して、それで話し合いをするわけですけども、その話し合いもその生じたダメージとか、それから責任をこう明らかにする、それをその参加者全員で話し合うというそのプロセスなんですけども、これは従来の何かことがあるとこの人がいいとか悪いとかこう決めつけたりこうすることが多いんですけども、そうじゃなくて全員でこう話し合うということを大切にする考え方です。ではいじめの問題を例に、修復的対話というアプローチを実際に見ていきましょう。設定はこちら。中学校2年生のカヨはこの1ヶ月学校に来ていません。その理由は、クラスも部活も一緒で、かつては仲良しだったあゆみ、そしてミカとハルからいじめを受けていたからという人間関係のトラブルです。まずこの問題を従来の問題解決方法でアプローチした場合はどうなるのかを見てみましょう。みんなにここに来てもらった理由は分かってるな。最近カヨが学校に来なくなったのは知ってるよな。なんでだか分かるか。おい、あゆみ。私たちがカヨのことをいじめたからです。ほら、カヨに謝れ。ほら。ごめんなさい。よし、なんかよ、もうみんな謝ってるからお前も許してやれな。よし、じゃあ仲直りの印に握手を。じゃあ、はい、いいか、はい、握手、握手、はい、歩み、はい、ハル、うん、お前ら仲良くやれよな。さて、この問題解決方法のどこに問題があるのでしょうか。みんなに仲良くしてほしいと思う先生の気持ちはわかるのですが、子どもたちが何を感じどう考えているかを無視して、先生の都合で話が進められています。そうすると子どもたちは欲求不満になり、ネガティブな結果を招く可能性があります。
大人に話したらいじめがエスカレートするという子どもの恐怖はこういうところから来ているのではないでしょうか。では修復的対話というアプローチで解決を図った場合どんな展開になるのでしょうか。先ほどの話し合いの時と違い、今回は佳代の母親、あゆみの母親、そして中立的な立場であるファシリテーターが参加します。このファシリテーターがいることで従来の問題解決とプロセスが全く違うことに注目してみてください。はい、こんにちは。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。スクールソーシャルワーカーの高井と申します。私としてはこの場がまた新たなその傷つけ合う場になることは避けたいなと思ってます。でそれにできる限りご協力いただいた上で話し合いを進めていけたらなと思っているんですけれども、担任の先生の方か古賀先生の方から少しお話しいただきたいんですけれども、はい、そうですね、皆さんご存知だと思うんですけど、かよちゃんが学校に来られなかったこともありまして、4人仲良かったんで一応こうそれぞれに話を聞きました。でその時にいじめがあったらしいということが出てきまして、あゆみちゃんの名前も出てきまして、美香春、ね、の名前も出てきまして、それでこの場で何が原因だったのか何が行われたのかっていうのも話し合えればいいかなと思ってお母さんを呼びしていただいたわけなんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、かよさんのお母さん、何かお話しいただけることありますか。かよがちょっと学校行かないっていうこととか、それからそれがどうしてこういじめにつながったとかいうのをあまり理解してなくて、どうしてだ、問い詰めたい気持ちがいっぱいありまして、問い詰めたい気持ちが、はい、なぜっていう気持ち、なぜかよではなくてはいけなかったか、もしくは止める人がいなかったのか、っていうことがやっぱり疑問に思ったというか、変われるものなら私が変わってあげたいぐらいですけど、どうしてこんなことしたんですか。人をいじめて楽しいですか。そんな一般的に言わないでください。うちの子はね、ちゃんとうちではね、よくおうちの手伝いもしますしね、そんな人様にね、そんなことするような子じゃありませんよ。あなたが知らないところでやってるじゃないですか。先生、その辺のところはどうなってるんですか。先に謝罪じゃないんですか。現実をね、きちんとね、見せられてないうちはね、そんな謝罪っていうことはできませんけれども、お母さん、ちょっと落ち着いていただいて、その実際何が起きたかとかっていうこともこの場でしっかり話せたらいいなと思っておりますので、はい、はい、ですね、一人一人話せる範囲で何があったのか、自分がその時何を思ってたのかとか、いろいろね、あって起こったことだと思うので、ごめんなさい、私ちょっと興奮しておりますけれども、てっきり楽しくみんなで学校通ってるもんとばっかり思ってたんです。信じられないんですよね、お家だとってもいい子なんです、本当に。だからどうしてこういうふうになったのか、じゃあ何があってこうなってしまったのかな、お母さん同士がね、びっくりされたりとか、そのことについてはどう思う？最初は、最初は4人で仲良くしてたし、それは
同じ部活だからなんとなくそうなったけど、でもカヨはうちらで話してたってバカみたいなそういう態度取ってみたりとかするし、第一カヨから離れてったんだから、そんな、カヨさんから離れていったって思ってるんだね。じゃあここまでね、大きな状態状況になってしまったことについては今はどう思ってる？みんなやってたし、みんなやってたし、かよだってうちらから離れてったから、そんなにうちらのこと好きじゃないだろうし、私だって別にかよのこと好きじゃないから、別に悪くない。じゃあ同じ質問を二人にもしていいかな。かよは確かにきついこと言ったりしたけど、正直私歩みも歩みでやりすぎじゃないかなって、でも言えなくて。言えなかった、歩みさんにもかよさんにも言えなかったことを今言ってくれたんよね。言ったらどうなったのかな。そういうこと言ったら、今度は私が歩みや美香にいじめられるんじゃないかとか。話してくれてありがとう。美香さんは何か話せることある？最初は4人で仲良くやってて、でもカヨが4人でいる時も1人でいた方が楽しいとかいうことがあって、私もそれは嫌だなって思ってたし、みんながいるところで言う必要もないのにって、ちょっと嫌だなって思ってて、それでだんだんすれ違いっていうか、だんだんすれ違いになってしまった時はどんな風に思ってた？本当は最初みたいに4人で仲良くできたらよかったけど、でもカヨが嫌な思いするようなこと結構しちゃったから、ずっと2人だってうざいとか、カヨのこと嫌だとかずっと一緒になって言ってたのに、今こういう場になったからって、そうやって言うのってずるいじゃん。今亜美さんは2人に対してずるいよって思ってるんだね。私ばっかり悪いやんって、ちょっといいですか？はい。やってしまって後悔するのは誰にでもできると思います。それよりもやらないっていう選択をする方が勇気だと思うんですけれども、怖かったって言ったのはあゆみちゃんが怖かったからっていうことですか？ちょっと待ってください。なんかうちの子がなんか聞いてるだけですから今で、今話を聞いてたらお二人は止めたかったけど止められなかったとか、やったことについてやってしまって申し訳なかったような言い方をしてたんですけど、先ほどから話を聞いてるとあゆみちゃんにはそれがありません。一方的にうちの子が悪いという、いえそのことは、私は今は話を聞いてやってしまったことの謝罪はやっぱあるべきだと思うんですよ。
そのことについてないです、彼女は。今、お母さん、ちょっとよろしいですか、はい、うん、今、二人が思ってることを話してくれたことで、またそれぞれが見えてなかったことが見えてきたと思うんですけれども、この場は誰かを責めたりだとか、そのことでまた誰かが傷つくようなことになるような場ではしたくないんですね。では先生はどうしたらいいと思ってますか、うん、どうしたらいいかは子供たちがどうしたいかです。子供たちがどうしたいかを聞くためにこの場は今日持ちましたので、かよさんはみんなの話聞いて今何か話せることある？私も本当はみんなと仲良くしたいんですけど、でもやっぱりどこかみんなで遊んでても私だけ違う気がして、私が考えてることがみんなとあまり合わなくて、みんなが好きなものも私はそれほど好きじゃないから、どうしても分かってあげられなくて、私も本当はみんなと楽しく話したいけど、どうしても入っていけなくて、そういうのは言っちゃいけないって分かってたのに、どうしてもその時、そう思っちゃって、そういう風に言っちゃって、家に帰って悪かったなって思ったんだけど、謝るタイミングがなくて、そのままずっと謝れなくて、そうしたら次の日から、みんなの態度がおかしくなって、いつの間にかクラス全員から避けられてる気がして、今のかよさんの話聞いてどう？さっきクラスのみんなが私たちがやったとか、二人が私が言うからって言ったけど、結局はみんなだったし、私だけじゃないって私は思ってるから、でもそれに対して悪くないって思ってたわけじゃなくて、さっきかよのお母さんが私は悪くないって思ってるみたいなこと言ってたけど、そりゃ私も悪いとこあったけど、かよだってそれなりに言われてもしょうがないことも言ってたわけだし、最初のうちは4人でうまくやれてたから、また戻れたらいいなとも思ってたけど、って言ったらいいかわかんないけど、また前みたいになんかかよが離れてっちゃったりとかもするかもしれないし、正直よくわかんない、正直よくわかんない、話してくれてありがとう。今ね、あゆみさんすごい勇気出して自分が思ってることを話してくれたと思うんですね。今のあゆみさんの話聞いてどう？本当は私もみんなと、さっきあゆみが言ったように、また仲良くしたいなとは思ってる。仲良くしたいなとは思ってるんだ。そしてこの後、席順を変えながら2時間もの間話し合いが続き、少しずつお互いが歩み寄る方向へ向かいました。
ずいぶん話し出すとすぐ時間が経ってしまうので、今日何かを決めてしまうということではなく、この話し合いの場は続けていけたらどうかなと思います。今日はひとまずここでこの場は、はい、締めさせていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。すべての人が問題解決の一部と考えるこのコンファレンスが、それぞれが理解し合うきっかけになっていることが分かっていただけたのではないでしょうか。ではこの修復的対話のポイントをおさらいしてみましょう。修復的対話を進める上で大事なポイントが4つあるんですね。で、一つは相手の話をよく聞くということなんですね。で、相手が何をこう言ってるか、そのことをちゃんとよくこう耳を傾けるということを大事にします。それから対立してる人同士ですから、お互いを非難したりけなしたりこうするということになりがちなんですけども、お互いをこう尊重し合うということを大事にします。で、3番目は、2番目と少し似てるんですけども、相手を責めないということから、最後に話したくなければ話をしなくてもいいという、そのことも保証するということなんですね。あくまでも自主的に参加をしていただくコンファレンス、この4つの決まり事を皆さんが守れるよう、間に立つファシリテーターが参加者の思い、苦しみなどを事前にヒアリングしておくのも大事な役目です。何があったかということをまず明らかにして、それに対してどう感じているか、それを参加している人たちが語ることによって、自分たちの中でこれからどうしていこうというような思いがこう湧いてくると思うんですね。で、そこのところをうまくこうファシリテーターが引き出していくという、湧き上がってきた思いを受け止めて、それをこう出しやすい雰囲気にしていくというんですか、その辺が大切なポイントだというふうに思いますけども、何が起きたのかを明確にするためには、コンファレンスの始まりの段階でそれぞれの関係、話し合いの場が何を解決するためにあるのかを参加者に理解してもらうことも大切です。それぞれがその場に出てくるっていうことはとても大変なことだと思うんですね。被害を受けた方はやはりまたこう怖い、またいじめられたらどうしようというふうにも思う不安があるし、それからいじめた側の方はやっぱ自分がこう責められてしまうんじゃないかというようなこう気持ちがあったりするんですけど、その中でその子どもたちのこう気持ち、勇気というかな、それを気持ちをその承認するっていうんですか、それはすごく重要なポイントだというふうに思います。あとはこれからどうしていきたいかということをその探るのがこの話し合いの目的なんですよね。親御さんがこう話をされたりなんかした時に、ファシリテーターの方が子どもさんの気持ちを聞いてみましょうとか、子どもさんたちがこう決めることですからということをこう言ったんですけど、やっぱりこう一番の当事者たちの思い、気持ち、それから自分たちで考えて決めるというか、そのことはとても大切な部分だというふうに思います。その時点での解決、根本的な解決ではないんですけど、その落ち着きどころというんですか、それを自分たちでこう探していくようにお手伝いをするということ、それはとても大切なことだというふうに思っています。しかし先ほどのドラマのように結論がはっきり出なかった場合はどうすればよいのでしょうか。例えば大人の側からするとやっぱこういう筋書きで、最後は例えばごめんなさい、じゃあ許してあげるみたいな形の筋書きっていうのはなんとなくこうイメージしますよね。でも当事者の子どもたちがその気持ちになってないのに形だけ謝っても、これは謝ったことにならないんで、それから白黒をこうつけるのが本当にこういいことかどうかというと、白黒をつけることもやはりどちらがいいとか悪いという形になってしまって、その後にやっぱマイナスの影響があるというかな、特にこう黒をつけられた方は、やはりその場に出たことが、その一つのこう傷になっていってしまう、そういうことがあってはならないと思うんですね。そのところをやはりこうファシリテーターの方はかなり配慮しながらね、進行させていくということです。欧米では
1000以上ものプログラムが存在すると言われている修復的対話。こちらオーストラリアのロゼール小学校では、小学生の低学年の頃から修復的なアプローチを身につけるよう学んでいます。Helps you a lot to get back to your normal self. It's easier and sooner. I respect myself for who I am and what I'm capable of, and yeah, they are a part of who I am today. I've been teaching for 25 years, and I just did not know up until then how important it was to establish that trust and build the social and emotional stability within the room.しかし、一つ疑問があります。意見をあまり主張しない私たち日本人が、果たしてうまく修復的対話をできるのでしょうか。修復的司法の、まあ、大御所的な存在のハワード・ゼアという人がいるんですね。その方に、日本人にはこう難しいという人が多いんですけど、あなたどう思いますかって聞いたんですね。ただ、同じ質問をイギリス人の人からも受けたことあるっていうんですね。だけど結局その何年か経ってみたら、イギリスでは今ものすごく広がってるんだよねっていう話をするんですね。だそういうことを考えると、日本人の中でもこう日本的なやり方っていうのはあるかもしれないけども、必ずこう広がっていくんじゃないかなと思いますよっていう話をしてましたね。我々のその抱えている悩みと苦しみっていうのは、やっぱ人との関係がこううまくいかないということなの で、その人の関係がこううまくいかない一つの原因っていうのは、やっぱこう自分の言いたいことを言えない、相手の話を聞けないということだと思うんですね。だからそれをその本当に普段からこうできるとすれば、ギスギスしたその社会っていうのも少し柔らかくなっていくのかなと思うんですね。こう単にこうトラブルを解決するために話し合いが必要だよということだけじゃなくて、お互いがこう対話し合えるようなこう環境を作っていく。でそういった意味では、私は学校の中でね、この対話プログラムっていうんですか、そういったものをやっぱ取り入れ、積極的にこう取り入れて行くことが必要なんじゃないかなというふうに思ってますけども。他の人がどんな思いを抱え、何を考えているかにスポットを当てる修復的対話、人間関係をより豊かにし平和な社会を築くための有効な方法の一つなのではないでしょうか。